はい、こんにちは、カズボーです。ドラゴンクエストモンスターズといるとるかの不思議な式の中で続きやっていきたいと思います。今回ですね、まあ先進もうと思うんですけど、今ね、メタルエリアとかレベル上げたらすぐ上がるんですけどね。まあちょっと頑張って2回くらい入ったんかな。まあ日付変わったりしてますんでね。まあメタルエリア復活するんで、お金もそんな減らないうち貯めてますね。ということで、ラプソンね、前回作りましたよね。それで、新生配合しまして、まあね、こんなのついてるんですよね。まあ AI2 回コードをわざとつけまして、で、いてつく波動あったんですけど、覚えられるんでね、ちょっと消しちゃいましたね。大賢者とかついてますね。で、ダイヤモンドスライムつけました。HP、MP 回復。まあ、こんなんつけたりとか、あとで、ね、ここら辺のモンスターなんですけど、スライダークとかね。まあ、これはちょっと入るかわかんないですけど、まあ、前作からね、引き継ぎでしか持ってこれないようなモンスターっていうのをやったんですけど、まあ、ちょっといろいろ入る方法はあんのかな、他でも。だから一部はね、入んないかもしれないですけど、まあ、ちょっとね、あんまり自分もそこまで詳しくないんでね。ただその9体はね、なんか、どうなんかな、なんかグランプリで入るとかね、そういう話もあるみたいだけどね。ということで、オアスだね。ここのオリハルゴって言ってましたね。もうそろそろいいんじゃないかな。オリハルゴは元々4枠を相手するときが来るのかな。夜だね、これ。関係ないかな。あ、一応昼にはなんだね。ね、どっから近いんだろう。キャンプかな。リバイア様も倒されたって言ってましたよね。他国のマスターいたりしますかね。オリハルゴンはどこにいるんだろう。あ、いた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 。あ、いた。これを相手しなくちゃいけないんですよね。お。モントナーはね、なんかこのためにあるような話してましたよね。いる、聞こえるか。わしじゃ、宿り木の塔の主じゃ。どうやら主たちの心はわしが思った以上に固く閉ざされておる。そなたの手で一度おとなしくさせてからモントナーの声を聞かせてやってくれ。ふいふい。結構ね、ゲーム序盤でね、出てくるオリハルゴンですけどね、全クリしてね、ちょこっと進まないとこういう感じになりませんのでね。戦いはすんのかな。ただ瞬殺されると思いますけど、最初の方やったら。まあ、バイシオンとかでいいかな。バイシオン。おっと、そうだ。ラプソンがね、息を、あ、そう、やりますね。悪夢で。まあ、240くらいか。賢さ上げればダメージいくんだけどね。だから4枠にしてね、自分ゾーマとかでやってましたけどね。賢さギャンブルつけて。相当ダメージいきますよね。まあ、それ使ってもいいんだけどね。おお。ちょっと危なくなったら、まあ、ベホマラーとか、まあ、ここもベホマラー使いますんで、あとはもう世界中の雫で、ね、売ってますんでね。まあ、こんなとか使ってれば落ちることないと思いますけど。ヤマシン2強いよね、これね。お、ジバリーナ。もう物の見事に。スクーピオとかやってもいいかな。じゃあ攻撃あんま食らわないよね。まあアイテム使わなくてもいけますけどね。
息を吸い込むあんま変わってなかったね。イルルカってどうなんだろう。ジョーカーだと息を吸い込むってやると、まあ、ブレス系のダメージ上がるんだけどね。多分上がりますよね、これもね。あ、普通に今、さらっと倒してたね。いつの間にか。あ、5分くらいで倒しちゃった。いや、そんな強くないですよ、ここまで来たら。これは俺のふるさとか。今オリハルゴンが喋ったんかな。一人称俺なんだね。アモン、気をつけておいき。お、アモン。母さん、あんたの帰りを待ってるからね。アモンの鍵ってピラミッドの鍵だよね。狭間の闇がこの世に姿を現し、114年、ようやく我らにも希望の光が差した。お前が狭間の闇を打つ勇士として賢者様に声をかけられたことをわしは誇りに思うぞ。戦士アーモン、大地の精霊の加護があらんこと。ありがとうございます、長老様。みんなも見送りありがとう。これもしかしてアーモンがああいう姿になったのかな。そういう話だったっけ、全然覚えてないね。狭間の闇の魔の手を逃れ、仲間を集める旅は長く苦しいものになると思う。だが俺は必ず狭間の闇を打ち帰ってくる。心配せずに待っていてくれ。では行ってくる。皆に大地の精霊の加護があらんこと。もう戦士、頼んだぞ、アモン。アモン様、無事に帰ってきてね。お？お待たせしました。行きましょう、賢者ミラクレア様。ミラクレア様ね。そうだ、俺は戦士アーモン。あ、やっぱそうなんだ。かつて賢者ミラクレア様と共に狭間の闇に挑んだ勇士のうちの一人。配合とかは自分ちょっと覚えてるんですけど、結構ねちょこちょこね。ストーリーね、前やって発売した時やったきり本気でやってないんでね、どういう話だったかね、ちょっとね、忘れてるところがまたいいですよね。ついに、狭間の闇が封印から目覚め、大魔神像を動かす時が来たか。ここはね、覚えてんですけどね。大魔神像の話は。このくだりは全然覚えてないですね。君が、俺の心を呼び戻してくれたようだな。ありがとう、感謝する。俺は今日というこの日のために、オリハルゴンに姿を変え、今まで生きてきた。情けない話だが、長い間魔物でいたため人間の頃の記憶を忘れていたようだ。さてと、いろいろ聞きたいこともあろうが、今は時間がない。さあこれを受け取れ。あのね、途中でね、オリハルゴンとか戦わないんですかとかね、仲間しないんですかってあったんです。多分これやんないと無理ですよね。クリア後っていうのは自分覚えてたんで、多分スカウトができないと思うんだよね。ここで仲間なんだっけな。よ、イルは戦士アモンから黄金の勾玉を受け取った。それを宿り木の塔のてっぺんに持っていけ。俺の力を大魔神像に宿してやろう。しかし、長年待ち焦がれた奇跡のマスターが君のような子供とはな。ミラクレア様は相変わらず人を驚かせるのがお好きなようだ。ははは、は、まあ、ミラクレア様、やっと名前出てきましたね。ミラクレア様ね。どっかで会えるんでしょうかね。まあ、これ以上ちょっと自分言わないんで。ま、知ってますけど。まあ、知らない方もいますんでね。今言っちゃうとその方がね、楽しみ奪っちゃいますんでね。え、そういう話だったんだって、やっぱね、見てね。まあ、見てくださるんであれば見てね、やっぱ自分でね。まあ、感じてほしいっていう、やっぱ配信者としての願いもありますんで、そこは。仲間にはなんないのか。まあ一応グラフィックあるってことは作りはできんだけどね。まあそれはまた後での話ですね。
じゃあ塔のてっぺん行ってみっか。まあ塔もそうなんだけど、そうだ、あのね、ヤドリギの村へ行くと、あの前あの大魔神像、あ、ここからでも見えるかな。お、あ、ここに見えるんですよね、あそこにね、姿がね。塔の中ってこれ変わってんの？4階、あ、頂上も行ったらね、外とか見たらなんか変わってっかもね。あ、ここに来ちゃうんだ。まあ、いいや、行っちゃうか。回復はしてるよね。あ、回復してないじゃん。一回出てから来た方が良かったかな。一旦出て回復してきました。おー、いいね、ダイヤモンドさん。これ作っちゃったからね。おう、いるよ。オリハルゴンより黄金のマガタマを授かってきたようじゃな。どうやら神竜王もこちらへ向かい動き始めたようす。早速黄金のマガタマを使い大魔神像で奴を迎えようとうぞ。ここから先は激しい戦いとなる。お主も戦う準備はできているか。はい、よくぞ言った、いるよ。さあわしの頭に乗るがよ。もう行っちゃおう。神竜王はね、まあやってくること大体分かってるんでまあいいか、まあこのいけるでしょ、これで。おお、オリハルゴン来たね。オリハルソードみたいな。もうこの姿からしてねやばいもんね。あれこそ闇の衣を切り裂く唯一無二の高度を誇るオリハルゴンの剣。あ、その名前なんだね。剣なんかな、剣なんかな。そう、異世界の主は大魔神像の武具として生きることを運命づけられた魔物なのじゃ。剣以外はいささか頼りないが、闇の衣さえ剥がしてしまえばなんとかなるじゃろう。さあ行け、大魔神像よ。神竜王への道を切り開くのじゃ。いささか頼りないかってね、もうこの形で十分だと思いますけど。おお、ドラゴンクエスト4の音楽ですね、これね。まあ4の、まあ、石像もね、なんか4に出てきたモンスターの形してますけどね。神竜王はね、これイルルカからかな。ゲームボーイ版とかもありますけど、また違いますかね、神竜王形ね。4枠とかなかったんでね、確か。あ、お、闇の衣剥ぎ取りましたね。よし、闇の衣が剥がれたぞ。これで奴に攻撃が通るはずじゃ。大魔神像はもう動けぬ。いるよ。あとは任せたぞ。動けぬって。燃料切れだね。さあ、来た。竜王の名を持つモンスター。さあ、頑張ろうか。はい、来ました。新竜王なんですけど、これね、まあ竜王手だけあってね、まあ炎とかね、まあそんなん使っていくんですけど、ぶっちゃけ相性いいのがね、二軸弱しかいなくて、まあ大丈夫だと思うけどな、どんぐらいだったっけな。まあ他に使うのもいいんですけど、クバハボトルとかね、結構大事です。まあそうだし、ここも、バイシオンで、リザオとか使った方がいいかな。使うんだったら、あとはもうしょうがないか。テンション貯めてもいいかも。これでブレス系が防げますんで、ブレス使っていくんですよね。で、通常もやってくるんで、まあこれはかけておいた方がいいね。オールダブです。ああ、まあこんなもんか。
絶対レイド。だ回復とかもしながらね、あ、固められた。まあ、しょうがないか。これって光の旋風で治るか。あ、光の旋風じゃない、光の波動。治るよね、これね。悪い効果。まあでも、ファーションかけとくか。それと、世界中に続くでしょ。回復はちょっと怠りたくないかな。まあいいか、エホマラで。テンション溜まってるからね。世界中に続く売ってますからね、これ。ぶっちゃけもうちょっと強くした方がいいんですけど、これでもいけなくはないけどね。あー、煉獄会。あ、じゃあこうなってくるとこれ効くかな、光の波動。そのために覚えたんだけど、これ解けなかったっけ。光の波動って固められてんのダメか。固められてんのはあれの方がいいか、あの不屈の闘士とかね、まあ、そういう方がいいのかな。効かないか。じゃあまずいね。じゃあ ここが、まあ、リザオでいいか。じゃあちょっと甘く見てた。あ、いいな、それで。まあいけとは思いますけど、おっ、HP 高いよね。これでキラーマシン2落ちんだろ。ピックアイルでしょ。ああ、マリナーだったか。まあ、しょうがないから、それは。入れ替えるだってこれしかいないの。あと、上げてないの。キラマシン2落っこちゃう。でもこれでいけるもん。ってなってくるとスクルピオか。ブレス系は効かないね、逆に。ああ、これしか効くんだ。ああ、テンション上がるよね、これ。あ、大丈夫か。勇気の旋風って多分テンション上がると思う。それで撃たれたらちょっとまずいか。まあ、攻撃でいけんじゃないか、これ。でも。正直もっと楽にいけっかと思った。まあ、甘く見てたね。あ、でも倒せますね。まあ。まあ今ちょっと戦い方悪かったけど、なんか納得いかないな、今の倒し方の。おお、新生の王子。二軸弱はブレスケはあんま効かないけど、攻撃とかね、まあ固めてればいけるかな。だから今の、まあ、1枠パーティーだとね、ちょっときついかな。あ、まあ相性悪いと言えばいいかな。ただ、こっから先なんですけど、まあここで終わりなわけがないと。この先はちょっとね、今のやり方じゃきついかな。だからもうちょっとだけ強くしなくちゃいけないね。よくやった、いる。さあ、宿り木の塔へ戻るぞ。でもなんだかんだギリの戦いできたから面白かったね。完封できるぐらいまでやってもいいけどね。だよく言ってた身代わりとかね、あんなん使えばね、結構楽ですけどね。
やはりそなたはわしの見込んだ通りのものだったようじゃ。結構危なかったけどな。いるよ、今こそわしの本当の名を教えよ。はい。わしの名はミラクリア。そういうことなんですよ。ミラクリアさん、この人なんですよね。今まで自分の名前明かしてなかったですもんね。まあ自分知ってましたけどね。今から数百年前、戦士アーモンたちと共に、狭間の闇の王を封印した賢者じゃ。なぜ我らがかような姿になったのかはいずれわかる時が来よう。運命に導かれしマスターよ。新竜王の脅威は去ったが、未だ世界は狭間の闇に狙われておる。闇の力にとらわれた主たちの復活を待ち、この世界に光をもたらしてたもの。早速来たか。シンディ王はね、まあブレス系とかかな。で、勇気の旋風みたいに使ってきましたよね。あー、来た。まあこっちの方がきついですね。あれでたまにテンション上がるんで、それで、ね、攻撃してきた時に、あ、でも大丈夫かな。オルゴデミーラとかいたからね。あれは狭間の闇より使われし第二の滅びにしたジェノシド。シドね。まあ竜王シドってきましたね。どうやら狭間の闇の標的は完全にわしらになったようだな。ジェノシドは先の新竜王とは比べのならんほど強い。まあそういうことです。今のままいったらまずいってことだよね。じゃが今のやつは生まれたての赤子も同然。こちらに来るまでにまだ時間がある。そなたはその時に備え、この鍵を軽く攻略できるほどに強くなっていてくれ。はい、王者の試練の鍵を受け取った。いいね。腕を磨き、その鍵の中にいる魔物を倒すことができたらここに戻ってくるのじゃ。わしはその間、大魔神像を修復し、主たちの復活に力を尽くすとしよう。はい、ということでね。お、まだありません。そうじゃ、そなたが強くなるためにもう一ついいものをやろう。お、金の鍵、いいね。丸太の城にいる鍵の錬金術師は今、渡した鍵で不思議な鍵を作れる。そなたの好きなように不思議な鍵を作り、それで力をつけるといい。まあ、使うも使わないもそなたは自由じゃ。それでは頼んだぞ、いるよ。ただね、今ね、ちょっとね、まあ、ぶっちゃけ半分舐めてかかってたんですけど、いけるかなぐらいでね。だから、こことかだと、まあ、こう、体勢見たらわかるんですけど、まあ、吹雪向こうとかね、いろいろ炎向こうとか書いてますよね。だから、ブレス系は、まあ、効かなかったけど、固められましたよね。休み効果。あんなんとか、普通に食らってましたんで、まあ、とりあえずね、まあ、そうだね、炎反射、吹雪反射って書いてるので、いいですよね、これもね。だから、反射系の、まあ、一枠がいれば、まあ、それ連れてったに越したことはないんだよね、要はね。で、向こうとかがこれ全然ないんで、普通に体勢が、食らったんで、まあきつかったっていうのはありますけど、だから相性によってね、ジェノシドの方が強いといえど、まあ別に倒せないわけじゃないんで、まあレベルもこれだもんな、34とかでこれでいけたからいいんじゃないかな。だから、まあ新竜王はね、まあぶっちゃけ、もっと楽にいけるかなと思ったけどね、そんでもなかったな。自分、一応持ってはいるんですけど、身代わりに、ダイヤモンドスライムとかね、あんないますよね、一役とかね、まあ、メタルキングとかでもいいんですけど、身代わりに、まあ、根に持つタイプとかね、あんなんつければね、固まんのかな、逆に。まあ、そんなやり方もありますよね。まあ、そうなってしまうと、相手手も足も出なくてね、まあ、このパーティーだったら攻撃力上げれば完封できるんで、まあ、この3体はちょっと相性悪かったかな、さすがに。二軸弱いたってだけで、まあ、いけるかなって思った自分がちょっと甘かったかな。
はい。王者の試練の鍵。レベル60。できるだけ少ない数で、ラウンド数で、キングアズライルを倒せ。キングアズライルとね。この後が出てきましたね。だからまたこれ今度やっていきましょう。セーブしてないってことはもう一回戦えるから、だから逆にね、今の戦い見て分かりましたよね。まあこういうパーティーで行ったら、まあ結構楽かなっていう気もしますよね。それで勇気スキルつけたらベホマーズンとかあるので、まあそれでね、回復させてもいいかな。ここ回、ここでもいいかな。モーリーセレクションも大事だしね。だからここに、まあベホマーズンとかつけてもいいかもね。新鮮についてなかったっけ？なんかそんなの。今ね、ちょっとね、まあ、セーブしてないんでね、もう一回ちょっとやってみようと思うんですけど、勇気スキルね、つけたらね、ベホマーズンとかつくんでね、まあ、これも面白いかもね。レベル上げれば、まあ、使える回数増えるんで、まあ、これもいいし、竜王とかも相性いいかもね。向こう向こうって書いてるから。まあ、竜王には竜王でいいかも。これすごいいいよね、これね。ですね。まあ一応、まあこれでね、来たんですけど、27くらいまで上げましたね。で、一通り、まあスキルこんな感じですね。まあ倒し方としてね、目安としてなんですけど、まあ配合もね、まあデッドマスカーとか混ざってますけど、勇気スキルくっつけるためにやったっていうね。まあここも竜王も昔作ったんですけど、これも後にね、また配合とかやっていきますんで、まあこれでやったら結構いけんじゃないかな。ということで、先ほどセーブしてなかったんで、もう一回戦ってみましょう。まあ何やってくるかね。まあ分かった状態っていう感じですね。まあこの状態になってくるともう簡単なんで、やっぱ初見って面白いですよね。まあ弱点さえね、つけばね、まあレベル低くてもいけると思いますんで、まあ新竜王がね、例えば炎とか、まあ氷とか使ってきますよね。あれも知ってるんで、ジョーカーとかね、ジョーカー3とかでもね、まあ出てくるモンスターなんで、まあ大体まあ、モンスターによってやっぱ癖とかありますんで、相手の弱点さえつけばね、まあ意外といけるっていう。ただその弱点ついてもなかなかいけなくなってくるのがなんか強いモンスターとかね、だんだんなってきますけどね。だからイルルカだとやっぱ4枠とかがやっぱ強いんかなとも思いますけど、やっぱ1枠でいきたいなっていうのもありまして、まあさっきのパーティーもあったし、まあ戦ってみてね、思ったことで、あ、これブレス系さえしっかりしていれば全然余裕でいけるなということで一回試してみようっていう、もう一回対戦ですけどね、セーブしないでもう一回やってみようと思ったわけですけど、多分いけると思いますよ、これでも。さっきほどよりははるかに楽に。まあいろいろね、遊びながらやるのもね、いいのでね。まあ倒したからといって、まあ倒したらね、次進めていいんですけど、まあわざとね、セーブしないでね、いろんなパーティー試してみるっていうのもね、やっぱり面白いかもしれないですよ。まあ1枠4体はちょっと分が悪かったかなって思いましたね、戦ってみてね。オルハルゴンよりはるかに強いのは知ってたんですけど、あれ多分ちょっと運良かったかもね、先ほどのはね。そんな簡単にいかない状態になるとも思いますけどね、これだったら、守備力上げちゃえばいいんじゃないかな。スクルティオとかね。ブレス系は効かないから。攻撃だけしっかり守ってくれれば、なんとかなると思います。ね。勇気の旋風とか、食らいますもんね。テンション上がりますよね。だけど、これ無効なんで。こういうことです。この攻撃だけね、なんとかすればいいんだよね。今、スクルティオで上げましたけど。あと、ちょこちょこ削ればいけんじゃないかな。お。ここも、どうなんだろう。まあ、いろいろ使ってますけどね。全然余裕ですね、これね。世界の雫とかで、いいんじゃないか。多分、これで勝てると思いますね。もっとレベル低くても、いけますね。炎と氷さえしっかりね、ガードできれば、あと攻撃を、出力上げたりすれば、食らわないんで、まあ、ここまで強い、モンスターだったらあんま食らわないですよ、ね、でなんか HP もまだ全然余裕ありそうなんで、
こういう時こそ、倍使用論とか使えば、ダメージ出るんじゃないかな。で、次からはもう回復専念してね。あと、ベホマズンがあるんで、いざという時の。それまでに MP つけなきゃいいんですけど、多分余裕で勝てると思います、これで。でも、100ずつは食らいますんで、竜王がもう300しかないんで、ね、そこはちょっと気をつけなくちゃいけないですけど、1回分ぐらい回復あるかな。で、攻撃力もそこそこ高いんで、こうギガスラとか使ってるので、おー、強いな。こっちで使った方がいいかな。でも180使うんだよな。180使うけど、まあ、賢者の成績とかあるんで、まあ、こんなん使いながらでもいいとは思いますけど。あ、攻撃来た、竜王落ちる。お、大丈夫だった。あ、大丈夫じゃないね。あ、くじけぬ心、いいね。強いな、竜王。ちょっとね、今タイミング的に遅かったですけど、もうちょっと早くベホマズン使えば全然、あ、余裕ですね。うん、まあ、このたこういう戦い方もできます。先ほどよりはるかに楽です。まあ、攻略法じゃないですけど、攻略法は、ブレス、炎と氷をしっかりね、まあ、ガードして、あわよくば反射すればいいですね。それで守備力上げとかないと、ちょっと弱いモンスターだとね、落とされるので、今ちょっと回復のタイミング遅かったですけど、もう一旦ぐらいね、早めにベホマズン使ってね、まあ、MP もね、ちょこちょこ回復しながらやってれば、まあ、本当にいけますね、これはね。はい。ということで、まあ、先ほどのくらいと一緒なんで、まあ、鍵もないとね。そしてですね、ここで、ジェノ指導が出てくるわけですけど、まあ、竜王ね、新竜王同様、ジェノ指導もね、まあ、どんなことやってくるかとかね、大体は分かってるので、まあ、それに、まあ、対応したモンスターで次からは行っちゃおうかな。1枠でも行きたいけどね、ちょっとね、きついかな、さすがに。レベル上げればね、なんとかなるんですけどね。まあ、そういうわけにもいかないので。まあ、見るからに今どんなことをやってくるかとかね。またパターンとかね、相性とかもありますね。相性大事なのは分かりますけどね。だから次回ね。まあ、次回かな。他のとこもやっぱ鍵もらえたりして回りたいので。まあ、そういうモンスターとかね、ゲノ指導対策のモンスター作ってやってもいいかもね。今回はね、新竜王戦が、まあ、いきなりだったんで、まあ、セーブしないでね。あ、このモンスターで言ったら、まあ、こういう簡単だろうっていうのを戦ってみてから、まあね、パーティー組んでやった感じでしたけど、次からはね、まあ、組んだ状態でやっていきたいと思います。というのがね、まあ、初めてじゃないんでね、自分もね。だからできるっていう。で、初めてやった時は、戦ってね、やっぱね、全滅したりもしましたしね。もう何やってくるか分かんなかったんで、あ、これやってくんのか、じゃあこのパーティー組んだらいいなっていう感じで、まあ、組みながらね、まあ、ゲームはだんだん、上達していくとは思いますんでね。最初からね、まあ、何やってくるかとか絶対わかんないので、まあ、わかってるからこそできることもありますんでね。ということで、ジェノ指導戦に向けて、いろいろパーティー改良したいと思います。これまたキング・アズラエルだよね。どっちみちね。多分変わんないと思うけど。要はね、今の戦いなんですけど、まあ2回やりましたけど、まあこのパーティーだとね、ミジクジャクはちょっと相性はいいけどね、固められたりとかもするのも、炎を食らったりとかね、すると、休み効果になってましたよね。動けなくなって。だからそんなんとかも防げますし、効かないってことは、それも効かないってことなんでね。それと、まあこれもそうですけど、神聖配合したり、あとレベル上げたりね、スキル変えるとさらに強くなりますんで、まあ新竜王ぐらいだから、まあこのぐらいで済んだんですけど、うん、まだ全然強い感じにモンスターにできますよね。まあ全然まだ弱いんでこれね。ただまあ出てくるモンスターはね、まあ何やってくるかとかも決まってますけど、これね、対戦とかになってくると人間相手になってくるんで、まあこのゲームのね、ストーリーではすごいね、簡単に倒せた相手でも、相手が新竜王出てきたとしても、そんな簡単にいかなかったりするんで、スキルが同じのついてるわけじゃないので、だからね、まあどっちか取ればどっちかつかずみたいな感じですね。まあまあ簡単に言えばネタパとね、ガチパってありますよね。例えば竜王のパーティーでやってみたとかね、
まあ、そんなパーティー作ったり、まあ、ガチでね、本気で考えてゴッドマスターになるぐらいの勢いで、まあ、考えて作ったパーティーとかってありますけど、どっちかやると絶対どっちかできないんで、そうですね、時間かけないとね、やっぱそういうとこできなかったりね。だから簡単にできるようなものじゃないので、まあ、対戦パートはね、自分やらないですけど、まあ、こういう攻略の時にね、いろんなモンスター活かしながらやっていくっていうね、配信もちょっと面白いかなと思って今回やってみたんですけどね。だからジェノシドが何やってくるかとか次の動画で紹介しますので、まあ何やってきますよっていうのはコメント欄にね、あんま書かないようにお願いいたします。まあ何やってくるんだろうって楽しみにされてる方ももちろんいますんでね、先ほど話した通り、初めて見てる方もいますんで、まあその時にね、自分がね、まあこういうモンスターで言ったらね、まあ相手がこんなことやってくるんで、まあいけますよみたいな感じで配信していこうかなとかも思ってますんで、まあ今後もね、まあ、ちょこちょこ進めたり。まあ、次回はまたね、モンスター作ったり改良したりね、いろいろね、できることも増えてますので、まあ、そんなの活かしながら配信していきたいと思います。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。